投票なんですけれども、1番人気から5番人気の馬、この5頭が今回の有馬記念に出てきているわけなんですが、これは2002年以来9年ぶり、そして7回目のことということでね、はい、これだけ3投票の、ね、期待に応えてくれたこの名門